こんにちは、ソアボクシングの井上です。今回はボクシングの右ストレートボディ、攻撃ですね。右ストレートボディの説明をさせていただきます。はい、では構えましょう。構えは動画の説明欄にリンクを貼ってありますので、そちらからご覧ください。で、右ストレートボディっていうのはですね、右ストレートを腹に持っていく攻撃なんですけども、で通常の構えからこの状態からこうスッと、持っていくのも、ありといえばありなんですけども、基本はそうではありません。基本的にはですね、腰を落として打っていきます。で、どの位置まで腰を落として打つかということなんですが、まず頭1個分下で、頭1個分左で、さらに頭1個分前、つまりこの左足の上に頭を持ってきます。で、この構えというのはもともとこの頭1個分ずつ、ソアボクシングの構えというのはですね、頭1個分ずつ開いているはずですし、そういう足のスタンスになっていますから、足が目安になるわけですね。で、右の足腰肩を返して腰から上、上体を左足の上に持っていきます。で、左肩を引くようにして、相手の溝落ちですね、つまり相手の溝落ちとこの右肩というのは同じ高さになると考えてください。で、左肩を引いてグッと打つわけですね。で、この時に左足のつま先と膝は、膝、顔はこれ立って一列に並びます。で、相手の溝落ちを打って、で、グッと素早く戻る練習をしましょう。で、なぜこういった打ち方をするかということなんですが、構えというのはですね、日本人は特にこう前傾でちょっと構えている人が多いですから、頭の方が前にあるわけです。で、腹というのは遠いんですね。頭より後ろにあります。ですから、こう前に出る形、左足の上ですから前に出る形というのと、上から打つというのは遠いんです。同じ高さにすればグッと届くわけです、距離的に。で、さらにですね、この腹を打つというのは距離がこう違うとなりますから、単純にパンチをもらいやすいです。それは相手も左フックアッパーと、いろんなパンチがこう近ければ打てるわけですね。で、そういった意味でも頭をずらしながら、避けながらグッと打つというのが大事です。グッと戻した。で、左手はまあまあ、こういう髪とかしっかりガードしましょう。で、グッと戻るということですね。で、ボクシングはやはりいかに腹を打ってガードを下げさせて顔面を当てるかとか、まあ、逆もしかりですが、この上下打ち上げというのがとても大切なんですね。で、さらに言えば上下と、まあ、縦、内側と外側で顔面でしたら横側とか、こうやって上下とか各方向から打って意識を打ち上げていくということが大切ですね。はい、では右ストレートボディの説明になります。この動画をご覧いただきありがとうございます。